僕がつい最近晒したメメントリというゲーム実況者グループからですね、山田という方がね、脱退いたしました。この件についてわからない方に簡単に説明するとですね、僕が生放送で有名ゲーム実況者グループメメントリに所属している山田さんをですね晒しました。とこの山田さんって方は過去にね女性のオタクの人と繋がっていて、まあ炎上してですね、次また新しいオタクの人と繋がった場合脱退すると、本当にそういうことを今後ないようにしますっていう発言をしていたのもかかわらずですね、炎上した後すぐ女性オタクの方と繋がっていてですね、で付き合ったと、で別れる時に実は最初から好きじゃなかったという言葉を吐き捨て、挙句の果てにはメンバーの個人情報だったりをもろもろその女性にリーク、まあ、ライブの秘密の映像だったり打ち上げの映像だったりそういうのをもろもろですね、一緒に頑張っているメンバーには内緒でリークして、まあ、それが全部ポケカメの配信で晒されて大問題になったっていうお話なんですよね。これについてメメントリ公式がですね、まあ、もろもろツイートしていまして、なんとですね、一番最初連絡が取れなかったと、全然対応してくれず話してもくれないという状況がずっと続いていたらしいんです。はい、メンバーのヤバネについて不誠実な内容があったことを確認します。しかし本人と対面での詳細が話ができていない状態、事実が本人の口から確認でき次第改めてご報告いたしますという形で、まあ、なあなあと月日が経ってですね、昨日かな、動画が出まして、でその動画内容をですね、まあ、もろもろ、皆さんに共有するんですけども、まあ、結構内容がやばいらしくて、うん。はい、こちら、山田はメメントリから脱退することになりましたと、山田がメンバーと顔が合わせられないと言って数日間、逃亡を図って対応が遅れてしまったと。でメンバーは山田が付き合っていた彼女がいたが別れたというのは、メンバーは山田が付き合っていた彼女がいて別れたというのは聞いていたけども、リスナーだったということは聞いていなかったと。で山田は話そうとしなかったが、説得のもと6日に山田、ハルティ、ウタの3人で直接話し合ったと。でメンバーや他活動者さんの情報については、彼女の束縛が激しくて求められて情報や写真を見せてしまった、データを送ってないと言っているが信頼がないためわからないと。問題が起きてもすぐ報告や話にも来たりせず、逃亡を図ったり直接会っても謝罪をろくにせず、反省の色は全く見えなかった。反省してるなら本人に謝罪をさせたかったが、今の態度だと視聴者さんたちは他の方たちに失礼だと思い、させなかったと。行動で示すという約束だったが、行動でも態度でも示せず、もう山田には情状酌量の余地はない。仲間として一緒にやっていくのも難しいとなったということで、メメントリから山田さんね、正式的に、脱退することになりました。しかもですね、これ山田さんの新しい暴露というか、当時付き合ってた彼女さんにメッセージが来たらしくてですね、脱退した束縛はほどほどにやでーって言って、まあ、最後まで彼女のせいにしていました。さらに山田さんのツイッターでですね、まあ、この度お騒がせしましたと、心のノートを買ったので心入れ替えますということで、まあ、反省してる人がツイートする内容じゃないだろうということで、こちらもちょっと荒れております。まあ、動画もちょっときつかったですよ、メンバーの動画見てましたけど。まあこれメンバー一人一人が山田くんについての思いだったりとか、そういうのもろもろ語っていた動画なんですけど、まあみんな少なからず悲しいという思いと、あとなんでこういうことになってしまったんだと、人は根本的には変わらないんだというね、まあ厳しいお言葉も言っていた方もいました。ということで山田くんはね、まあ最後の最後まで人のせいにして逃亡して終了したということで、まあ人は変わらないというのは事実でしたね。せめてさ、ちゃんとごめんなさいという気持ちとさ、終わるなら良かったかもしれないけど、まあそういうので終わらずになあなあと逃げに逃げ続けて終わったっていう感じがかわいそうだなっていう、最後までメンバー報われてないなっては思いました。メメントリにそんな愛着なかったのかなって感じられる行動が多かったよね。まあまあ今後ねメンバー減ってライブとかもろもろやることになるかもしれないけど、頑張ってほしいですねメメントリさんには。うんねえ、あーちょっと、はい、どうも皆さんポケ仮面です。もう忘れてたわ。メメントリというゲーム実況者グループからですね、山田という方がね、脱退いたしました。テネット。